元レーシングドライバーのベルギー人トニー・ギレが最高のロードゴーイングスポーツカーを作るという夢を実現するために設立したのがギレ・オートモービルだ。1992年に公開された最初のモデルはベルティゴ、フォード・シエラ RS コスワース用の2リットル直列4気筒ターボエンジンをフロントに搭載し、大きな曲面で覆われた迫力あるボディを持つこの車にはめまいという意味の名前が与えられた。その後ベルティゴはベルギー国内のレースにも参戦するようになる。1998年には大改造を受け、生産状態で220馬力を発揮するアルファロメオ GTV および166用の24バルブ V 型6気筒3リットルエンジンを搭載することになった。レース仕様で400馬力を発揮するこのエンジンにより、レースカーとしての戦闘力が増したベルティゴはベルギー国内スポーツカーシリーズであるベルカーチャンピオンズに参戦した。マイレース50台近い参加者があったことを考えると、ベルティゴの速さはトップクラスだったが、活動資金も限られており、必ずしも十分な成績は上げられていない。しかしこの年は FIA スポーツカー選手権のベルギーラウンドにも参戦。ランボルギーニ・ディアブロ、ポルシェ 911GT3、 ロータス・エリーゼなど世界的名車たちをライバルに戦い、総合10位に入賞、 GTG クラス優勝という戦果も挙げている。ベルティゴレースカーは2002年にはエンジンを 3.8 リットルの V 型6気筒に換装。そのスペックは最高出力910馬力、最大トルク78キロという途方もないものになった。ヨーロッパの小国ベルギーが生んだ隠れたスーパーカーである。